アレックス・レンコと、オレクシー・レンは、ウクライナのバスケットボール選手。NBA のサクラメント・キングスに所属している。ポジションはセンター。オレクシー・レンは、各世代のウクライナ代表として活躍し、NCWA からのリクルートを受けるまでの存在となり、大学はメリーランド大学に留学。2年生から、先発レギュラーに定着。2013年3月のデューク大学戦では、 83から81での勝利の立役者となり、マッチアップを組んだメイソン・プラムリーを4得点に抑え込んだ。その活躍で自信をつけたレンは、2013年4月に2013年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。しかし5月に左足首を骨折していたことが判明。全治6ヶ月と診断され手術することになった。 ドラフトでは5位という高い評価でフェニックスサンズから指名され、1996年の NBA ドラフトでビタリー・ポタッペンコが1巡目12位で指名を受けて、以来のウクライナ人選手の1巡目ドラフト指名となった。2017年夏、制限付き FA となったレンだったが、再契約交渉は難航を極め、結局クオリファイングオファーの1年契約を受け入れ、 9月21日に再契約した。2018年7月21日、アトランタホークスと2年850万ドルで契約した。2020年2月5日、同ンデドモントのトレードで、ジャバリパーカーと共にサクラメントキングスに移籍した。出場なし。ありがとうございます。